白石城四種山本周五郎一かねて御水量もございましたろうか事務所石田三成こと上方において挙兵をつかまつり伏見はすでに落城と申すことでござります驚くべき言葉を耳にして 思わず起き上がろうとしたが危うく自分のいる位置に気づき浜田自分の助は息を殺してじっとしていたついたて屏風の向こうでは死者が続けていう旧報によってナイフ徳川家康には小山の陣を払い江戸へ騎乗と相定めましたが小なた少将々殿の ごご所存はいいかがにございましょうやもっともご妻子は大阪表に父としてござあることゆえ一概にお味方の相なりがたき次第も人情しかるべしとナイフ存じ寄りにございます。中途ながらそのご周囲はしばらく。政宗がよく通る声で死者の口上を遮った。 ナイフ様ご恩子は政宗無比にも忘れ申さぬたとえ妻子を七としこれを焼き殺されるとも神明に誓ってナイフ様へのお味方に返信はおざらぬこの義はしかと申し上げておきますお言葉年頃には存じまするがご老身方ともよくよくご団子を遊ばされませんでは」。 宗存じよりに背く家来は一人もおり申さぬ5年に及ばずナイフ様ご差配を承りましょう死者は押し返して老臣との会議を求めた政宗は一存の動かさざることを誓い抜いたくどいと思われるほどのやり取りがあってそれならばと死者は形を正し 家康の軍令を伝えた少将様には速やかに白石城を引き払い岩手沢に陣を整えて合図をご建成なさるべしとのことにございます」「白石より退却せよと仰せあるか」政宗は意外なことを聞くというようにやや声を励まして反問した。 徳川家康が会津征伐の霊を発したのは慶長5年6月のことだった伊達政宗はすぐに大阪をたって欧州へ下り7月12日に陸前の国名取郡の北目城へ入った本城は岩手沢陸前玉造郡にあるのだがそれよりはるかに 挺進して陣を敷いたのは、早く敵地を犯して戦果を大にするためで、すなわち時を移さず白石城へ攻めかかった。白石城は上杉氏の北辺の守りとして最前線であり、天かす影嗣を将とし、正兵すぐって守備に当たっていたが、伊達軍の巧妙な戦法にもろくもついえ、 7月25日、ついに開城したこの白石攻略には二つの意義があったそれは上杉氏の前線拠点の破砕と丘陵の回復とであるつまり白石城のある勝田軍とその付近の忍伊達などの諸軍は数年前まで政宗の領地だったのだ この二つの意義を持つ白石から撤退せよという政宗にとって意外でもあり不満でもあるのは当然のことだった「前進せよとの誤差配なれば」と彼は言った「全軍の命をとしても捕まつるが退却せよとの仰せははばかりながらご無理かと思われる」 そのご挨拶はごもっともでございますが「しかし」と言って使者は膝を正した「石田三成の挙兵は会津の上杉景勝と固い連携の上にある」「徳川本軍が会津正統の陣を解いて上方へ向かえば上杉勢はそれを追尾して石田軍と強撃の策に出るのは分かっている」 そこで伊達軍が一旦本城へ退き常備を固めて待機すれば上杉はこれを無視して動くことはできない。もし伊達軍が敵地である白石城にとどまって上杉の総攻撃を受けるとする勝敗は時の運でもしも敗軍に陥った場合には徳川軍の背後は裸になってしまうのだ。 従って、上杉氏を合図へ釘付けにしておくためには、伊達軍を安全な位置に下げ、いつでも撃って出るぞという睨みを聞かしていなければならない。これは、小山の意訳において、繰り返し討議された軍配でございます。お味方のご制限に誤りなしとなれば、この軍配にも、ご位牌なしという、 お約定を願います「いやおうなし」という意味を含めて使者はその口上を終わった政宗は低くうめきながらかなり長いこと思案していたいかにも不本意の様子だったがやがて心を決めたと見え撤退することを承知した「よろしゅうござる確かに」 白石より大軍かまつりましょう。ご退陣ださるか。おうと肩の荷を下ろしたような使者の吐息がついたて病部の影まではっきりと聞こえた。二。政宗と使者が去るとしばらくして浜田次分之助がようやくついたて病部の影から出てきた。 肩幅の広い筋肉質のたくましい体で、眉尻の少し下がったおっとりとした顔立ちである。年は二十七歳になり、政宗の旗本で物頭を務めている。彼は昼寝をしていたのであった。そこは白石城本丸にある館の人まで、これまでほとんど使われたことがないし、 裏庭から冷たい山風が吹き通るので時々やって来ては昼寝をしたところが今日は突然主君政宗が入ってきたのであるついたて屏風の陰にいたので気づかなかったのであろうこちらも気がついた時はもう遅かったそして思いもよらぬ密談を聞く羽目になってしまったのだ 額に噴き出ている汗を押し拭いながら彼は渡り廊下から遠さぶらいの方へ出て行ったその様子にはもう重大な肘を漏れ聞いたという煙はみじんもなかった彼は普段から無口で動作もいずれかというと重たく奥に言葉で言うと発揮とせぬ風貌を持っていたまた これまで数度の合戦に臨んでも、さして目覚ましい光妙があったわけではなかったが、どこかに人を引きつけるところがあると見え、上からも下からも頼もしがられていた。ああ、お物頭。廊下を走ってきた若侍が、いかにもうれしそうな声で呼びかけた。 岩手沢から氷が届きました。今荷おろしをしております。そうか、それはよかったな。すぐにおいでください。そう言ってなお他へ知らせに行く若侍と別れ、自分の助は急ぎ足に荷の車へと出て行った。そこでは今大手の方から荷を運び込んでいるところで、 人足たちのえいえいという掛け声が城壁に勢いよく響いていた。あっちからもこっちからも聞き伝えた兵たちがかけてきては、人足の列の両側に群れをなした。ずいぶん待たれた氷だった。大阪を夏の初めに出て、季節は今秋を迎えようとしている。 将も兵も身の回りの品々を取り替えなければならない。武器、物の具も補充しなければならない。そして本城から届く氷にはこれらの他に故郷の頼りがある。兵たちにとってはことにその頼りが何より待たれるものだった。そして今彼らはその氷を のに「待て待て荷下ろしを待て」「兵の群れを押し分けてそう叫びながら自分の助が前へ出てきた」「まだ荷を下ろしてはいけないおろしたものはそこへ置け荷台や車につけてある分はそのままでしばらく待て」 それはどういういわけですか勘定奉行手つきの若侍が走ってきた「別に死罪はないけれども上からお指図のないうちに荷下ろしをしてはいけないと思う少し待つ方がよいだろう」「仰せですが氷がつけばお指図がなくとも荷下ろしだけは致すのがしきたりです。 しきたりは情報ではない。到着したものは到着したものなんだから、そうせかせかしなくともよいだろう。とにかく少し待て。人足たちの列はもう止まっていた。辺りがにわかにひっそりとなり、そのしじまを待っていたもののように、組へ集まれの竹ぼらが鳴り出した。 時ならぬ合図なのでみんな少し色めき立った「どうしたのだ前進か敵か?」そんなことを言い交わしながらそれぞれの部署へと走っていった自分の助は散ってゆく兵たちの後からいつものゆっくりした足取りで本丸へ登ってゆくと向こうからさっき廊下であった若侍が はせ降りてくるので「あったああおもの頭どうした?」。「残念ながら氷は送り戻しです。一体どうしたんでしょうわけが分かりません。送り戻しです。急ぎますからこれで」。彼はそう叫びながら汗まみれになって駆け下りていった。 本丸の辰巳狂わが自分の助の持ち場だったそこにはすでに彼の5人の歌手が太使150人を集めて待っていた彼は点呼をしてから詰め所へ登ったそこには同僚の物頭たちが寄ってざわざわしていたが自分の助は腰を下ろす暇もなかった お飯という知ららせが来たからである彼は古住の者について本丸櫓へ登った待っていたのは主君政宗と片倉景綱の二人であった古住の者も,もすぐに下がり人払いの様子に見えたこの度被災あって我ら岩手沢へ擬人することに決まった。 政宗が自ら言った。「それについてこの白石の城をその方に預ける。全軍退場の配りで兵は残せない。手回り五十機で守るのだ。ただし北目に片倉を置く手はずだから合図より反抗して参った説は知らせ次第に宴兵を出す。決して見殺しにはせぬが。 どうだ平伏したまま自分の助はしばらく何の答えもなかった、3. あまり返事がないのでか月綱がたまりかねて促そうとした時ようやく自分の助は表を上げていったお人も多い中でかような大役を押せつけられ この上の面目はございません。なれども、弱敗者のことでございますから、しかるべき城代を上にいただき、私はその手足となって働きと存じますが。申し分は最もであるが、この場合はその方一人に限るのだ。その方にすべての法寸を任せるから受けい。 殿には殿のおぼしめしがあるのだと、加月綱もそばから言葉を添えた。これより前、白石退場と決まって、さて、誰をこの捨て城に残すかという相談になったとき、片倉景綱がすぐさま浜田自分之助を押した。徳川本人の軍令だから撤退に依存はなかったが、 一度攻め取った白石城をまるまる明け渡すのも意地が許さなかった撤退の軍令に背かずしかも城を守りたいそういう微妙な立場にはまる人物は他にない自分の助ならと影綱は信じて押したのである政宗もかねて目をつけていたのですぐに決まり 自分の助が何と言おうともう人選を改める意は少しもなかったのだ自分の助はようやく承知した「お眼鏡通りお役が果たせますや否や分かりませんただ神命の続く限り働きますそれでよい政宗もか月綱もほっとした様子だった」。 預かるについて何か望みがあるか手回り五十機を私自分に選ばせていただきとうございますその他に望みはございません許しを得て辰巳ぐるわへ戻った彼は貸しのうち半沢一十郎滝官兵日野五郎兵衛の三人を呼び出し大使の中で 「五も者と名のある次男三男の者を選み出せ」と命じた彼らはすぐ十二人選んできた自分の助はさらにその十二人に向かって行った「お前たちがどうでも七につかなければならぬ時これなら一緒に連れて行けるという者を四人ずつ選んでこい」。 人の者のは命ぜられた通りおのおの4人ずつ連れ戻ってきたこれに浜田の歌手のうち3名を加えた51人が残る人数である自分の助は本軍がここから撤退することその後を受けてこれだけで城を守る任務を告げ人命をかき上げさせて再び 本丸らへ上がったその日8月11日のうちに伊達軍は白石城を立ち退いた岩手沢まで交代したとも言いい北目城にいたともいうとにかく北目に片倉景綱がかなりの軍勢を持ってとどまったことは事実で白石城との間に約17里 敵反抗の知らせのあり次第援軍を出す構えを取っていた城には鉄砲百丁弾丸弓矢など余るほど残された兵糧もたっぷりあったまず五六十日の籠城には十分である自分の助は本軍の退去を送り出すと みんなを本丸櫓の一重に集め「今日ついた氷の中からここへ残ったものの分は取り分けられてある今分配するから受け取ったものは下がって休むがよい」そう言って歌手たちに分配を命じた家族の心のこもった肌着や下帯や道着や ごまごました日用品の数々のほかに手紙などが出てくると割れるような喜びの声が上がった自分の助にも妻からの手紙が届いていた彼は一人になってからそれを開いて読んだ「白石の勝ち戦何より執着に存じた手祭りそろ」という書き出しの短いものだったが その中で一子小次郎のことを書いたくだりにはさすがに胸が熱くなった小次郎はもう7歳になりひどく活発で仲間の大将になっては戦遊びをしたがるまた城下の荒尾川で魚をつくことを覚え自分でやすなどを作り巧みに水をくぐって時には 四五十尾も魚をあげてくることがある。そんなことが簡単にではあるが、かなり生き生きと記るしてあった。そしてその末尾に。私こと女ども二十四人の裁量して、氷と共にきた目までまかり越えおくるはうちにて、この分したため申しそろ。なお、 三十日ほどは当地にて御人の橋立つとめ申すべきはずにご座そうらえどもお目文字の折など構えてあるまじくと存じ参らせそろうそう結んであった「なお」という優しい書面を見ながら自分の助はそう書いている妻の心が思いやられた「そうか」 北目へ来ているのか「戦場の位置によっては炊飯とか洗濯とか修理物とかまたは将兵の世話などをするために夫人たちの出ることがよくある妻もおそらくそういう役目で氷と一緒に来たのであろうそして30日ほど北目城に滞在するというお目文字の折など アルマジクと存じまいらせそろ」と書いたのは万一にも会えたらという気持ちを自分でいなと決めつけているようで微笑ましかった「2年余り会わぬからな」そうつぶやきながら自分の助は静かに手紙を巻き収めた「四 残暑のひどい日が続いた。兵たちは元気で相撲を取ったり槍や太ちの稽古をして日を暮らした。城壁は攻める時崩れたのを修復しかかっているところだったが自分の助は中止したままにしておきただ石材や木組みなどを要所要所へまとめさせた。ある日。 店主の見張り番から城下の様子がおかしいと知らせてきた自分の助はすぐ行ってみた城は台地の上にあるので天守から見ると城下町は一望だった7月25日の合戦で大半は焼けていたが伊達軍が入って落ち着いたと聞くと逃げた町民たちは少しずつ帰ってき始め もう焼け跡に家を建て出したものもかなりあったどうしたどうも城下のものが立ちのこもよなのですバンのものは手を挙げて指し示したあちらへ車を引いて参る組がございましょう白石川の方へもあのように先ほどから荷を背負ったものが引きも切らず続いております その通りだった町の南北から荷物を背にし車や馬に積んだ人々が3355城下外へと出て行くところである彼らの足元から灰色の土ぼこりがもうもうと舞い立ち荒れた電池の方へと島を出してなびいていた町民の立ち退きは 合戦のの近いことるであるその点ではむしろ不思議なほど彼らは敏感だった天守から降りてきた自分の助はしかし何にも言わずに昼寝を始めた平常と少しも変わらず例の通りの発揮とせぬ虚偽であるまだ兵たちの持ち場も決めてないし鉄砲と弓とを どういういいい組に分けるかも決まっていな城い下の様子ではいつ敵が反抗してくるかもしれないのにこれでは一体どう戦ったらいいんだ」「口には出さないが誰も彼もそう考えて苛立ち始めたのがよく分かった」「けれども自分の助はいびきさえ書いて眠りこけていた」 結局その日は何事もなかった翌日北目城の片倉月綱から様子を尋ねに死者をよこした何も変わったことはございません自分の助はそう答えた城下の町民が立ち退いたようだがという問いに対しては本軍が撤退したので 合戦が始まると考え違いをしたものであろうと言ったそれから姉妹に調子を改めすでにお預かり申した以上この城のことは浜田自分之助にお任せを願いますそれでご安心がならず再び物見の使者をお使わしになるようになればはばかりながらお役御免を願うとお伝えください 珍しくキバキバとそう言った。それがよほど強く響いたのであろうその後北目城から死者の来るようなことはなかったさらに数日して激しい南風の吹くある日の馬の穀前城から南方にあたる原夜の彼方に敵の前哨と思える人影がちらちらし始めた。 自分の助は天守へ上がってみたがまだまだと言ったなりで降りてきた食事もいつもの通りそして午後になるとまた横になって昼寝をした日没前に南方の丘を越えて敵の騎馬隊の侵入してくるのが見えた彼らは丘の根に陣を敷いた様子だったそれと同時に石膏が 城のすぐ近くに出没し何やら合図ののろしを上げたりした「今夜が危ないと思われますが滝官勘兵衛が天守から降りてきていった」「騎馬隊の後からだいぶ価値が入ってきましたどうやら野衆の構えと見えます用意をいたしておきましょう」彼は「うん」と言ったきりだった。 まだタイの持ち場も決まらず渋滞と弓組の割り当てもございません今のうちに決めていただきたいと存じますそうだな彼はゆっくりと答えただがまあとにかく飯にしよう食事の時に彼はふいと自分の子供のことを話し出した 大使たちは夜襲のことが頭にあるのでそれどころではなかったが自分の助はゆったりした調子でいかにも楽しそうに笑いながら話した「お前たちも知っている通り荒尾川はなかなか癖のある川だ急流というほどでもないのに縁や淀が多くて至るところに下へ引き込む瀬がある」 せがれはまだ七歳の小坊主だけれども、手作りの安であの川へ飛び込んでは魚をあげてくるそうだ。この春などは鮭を四五十尾もあげたそうだ。これは初耳です。あれへ鮭が昇りますか。はて、鮭ではなかったか。みんな思わず笑い出した。 そしてそれがきっかけのように、みんな気持ちがほぐれ、次々と故郷の話を出し始めた。5夜襲はなかった。しかし朝になってみると敵はずっと前進し、城の南から南東へかけて半円の陣を敷いていた。そして時々渋滞が前へ散会しては、 射撃を始めた前日から吹きやまぬ南風は土ぼこりと荘園を巻き上げ敵陣に立っているおびただしい旗刺し者はまるで引きちぎれそうにはためいていた城兵が鳴りを潜めているので敵の渋滞は大胆に前へ前へと進み出し一帯は 大手前へ回り込んできた縦横にシックする電気ダーンダーンとおかおかにこだまする銃声吹き荒れる烈風これらが一緒になって城の周りはようやく戦場の様相を示し始めた「北目へをやりましょうか」。滝寛兵衛が尋ねた その時彼らは天守の上にいた自分の助を中にして半沢一十郎と日野五郎兵衛が一緒だったそしてさっきから同じ言葉が二度も三度も一十郎と五郎兵衛から出た自分の助はしかし黙って首を横に振るばかりだった官兵衛は我慢を切らした 今出さなければもはや死者は出せなくなると存じます下へ降りよう自分の助は振り返っていった「五郎兵衛みんなを櫓下へ集めてくれ五郎兵衛は先に駆け下りて全死を本丸の櫓下へ呼び集めたみんな甲冑具足をつけすっかり 武装を整えていた自分の助は鎧ひたたれのまま出てきてずっと見回しながらよく通る声で言った改めて言うまでもないと思うが我々はこの城の守りとして残った俺を加えて五十二人援軍はない五十二人が最後の一人となり その一人の最後の脈が打ち終わるまで城を守り抜く。それがここへ残った我々の役目だ。わかったか援軍はないという一言が、集っている全部の兵たちにある共通の決意を与えたようだった。合戦に臨むからには打ち死には期している。そして同じ打ち死にをするなら、 援軍などなしに五十二人一段となって死ぬ方がよい。誰の顔にもそういう割り切れたさっぱりとした決意の表れが見えた。わかったら休め。自分の助は片手を振った。まだまだ戦には間がある。あまり早くから意気込んでいると、骨節が凝っていざという時には働きにくいものだ。 まあ「ぼつぼつとやろういいか」「ぼつぼつやろうというのがおかしかったのでみんな思わず笑い出し列を崩して日陰へ入った」「銃声はずっと城の近くへ迫ったガ金や時の声も聞こえた日暮れ形までそれが続き夜になるとずっと後退した」 城兵があまりひっそりと鳴りを潜めているのでかえって突っ込む規制をそがれたらしい翌日になると敵はぐっと陣を進めたが時折銃撃を仕掛けてくるだけではかばかしいことはなかったしかしその次の日に敵の一帯が辰巳ぐるわへ侵入してきた人数は少なかったが 必死を期した突撃だった。自分の助はこれを二の丸まで引き込み、マス型へ追い詰めて殲滅した。そしてこれが戦の口火となり、息もつかせぬ敵の攻撃が始まった。自分の助は自在に戦った。ある時は敵を本丸までおびき込み、次には大手門のマス型で捕捉した。 城壁の上から突然石材や巨木を投げ下ろすかと思うと闇をついて侵入する敵兵の中へいきなり燃え盛る松明を幾十百本となく投げ込み混乱に乗じて切り込んだりした。けれども無論味方にも損害があった。開戦三日目にはうち死に十四人、不傷で動けないものがかなりできた。 お願いです。切って出させてください。決起の兵たちがそう言い始めた。自分の助は首を横に振った。牢状というやつは痺れの切れるものだという。俺たちは初めてその味を覚えるんだ。まだまだこのくらいで痺れを切らしてはならん。本当の味はこれからだぞ。その時彼らは、 外輪にいたが物見の兵が突然城壁の上で誰かこっちへ来るものがあると叫び出した城下町の辻から走ってきますどうやら味方のもののように見えます味方のものだと自分の助は物見台へ登った確かに大手の広場を越えてまっすぐに走ってくるものがあった どういうつもりか頭からむしろをかぶり身をかがめてひた走りに走ってくる。すると敵もそれと気づいたのであろう急に銃口を集めて狙撃し始めた。あ危ない撃たれる。兵の一人が叫んだ時走っていた者がだっと前のめりに倒れた。みんなあっと言った。銃声はなお続き。 倒れているものの近くで弾丸がふつふつと土ぼこりを上げた。やられた。もうダメだ。みんな安全と息を呑んだが、自分の助は何と思ったか、銃を二十丁取ってこいと命じた。六。今に敵はあの死体を取りに来る。そうしたら狙い撃ちにするんだ。稽古のつもりで代わり合ってやれ。 油断するると取られるぞ「そう言って自分の助が物見台を降りると間もなく銃を構えていた兵の一人が「あ生きているぞあれは生きているぞ」と叫び出した「見ろ動いてるよく見ろ少しずつこっちへ這ってくるぞそうだまさに這ってくるそしてすぐ別の一人が叫んだ。 女だ。おい、あれは女だぞ。お物頭と叫びながら、兵の一人が飛び降りてきた。お願いです。助けに行かせてください。あれは生きています。しかも、女のようです。ならん。自分の助は決めつけるように言った。どんなことがあっても、縄文から外へ出ることはならん。しかし、あのままでは、 今度こそ本当に撃ち殺されてしまいます。うろたえるな、と自分の助は叫んだ。この合戦のさなかで、それがお前には珍しいことなのか。我々の役目は、この城を守り抜くことにある。つまらぬことに気を取られて、本文のあるところを忘れるな。戻れ。兵は身を震わせながら戻った。 しばらくすると敵が出てきたと見え城壁の上に伏せた銃が火蓋を切った敵も応射したこの間に少しずつ這い進んできた霊の女は彫りまで来て動かなくなった「もう一息だ元気を出せ」城壁の上から兵たちがわめいたしかし女はもう身動きもせず かぶっていたむしろの端が時折風ではたはたと血を撃つだけだった。そして日が暮れた。その夜半だった。ジブのすけは一人でそっと大手門から抜け出し、彫りバタに倒れていた女を素早く城の中へ抱き入れた。女は重傷だったがまだ意識はあった。 自分のけは二の丸下の草地へ行ってそっと下ろしたそこには大きなサルスベリの木があり傘のように差し広げた枝は今見事な花盛りであるやっぱりお前だったななお自分のけはそう言いながら女の襟をくつろげてやったしっかりしろ俺だ 自分の助だぞ。ああ」と低くうめいて女は身を起こそうとした。彼は動いてはいけないと言った。とても助かる傷ではない。言うことがあったら言え、どうしてここへ来たんだ。お目にかかりたいと存じまして。もっとしっかり言え、何か会う用うがあったのか。なお。 しっかり言うんだ「一目お会い申して」「ほとんど聞き取れないほどの声だった」「一目会いたくて来たが城を目の前に見たら取りのぼせてしまい見苦しい振る舞いをして申し訳がないお許しください」という意味のことを言った「それだけかなおお前 そんな未練者だったのか自分の助はどなりつけるように言ったしかし聞こえなかったものか女は大きく息をつきながらはっきりとつぶやいた「私お先をいたします」そして目をつむった自分の助はもう息の絶えた妻の表を 長いいこととじっっ見守っていた夫への愛に引かされてこんな未練なことをするそんな妻ではなかったはずだ何を老狽したんだそう叱りつけたかったけれどもその時夜風が吹き渡りサルスベリの花がハラハラと妻の顔に散りかかるのを見て彼は静かに立って 二の丸まで桑を取りに行ったそして戻ってくると猿すべりの木陰のよきところを選び黙ってそこの土を掘り始めた大手前を走ってきた時の姿がまざまざと目に浮かんだ彼はその走る姿を見た時妻だと思ったそれから弾丸に当たって倒れ 重傷に屈せず城の方へ這い寄ってくるのを城壁の上からじっと見ていた苦しさは言いようのないものだった「だが俺を見ろ」彼はくを振るいながらつぶやいた「俺は少しも未練な気持ちは起こさなかったぞ」「よく覚えておくがいいこれが」 戦というものだ掘り起こされる新しい土の蚊が焼きの中に強く匂い出したそれからさらにどれほどの激戦があったことだろう片倉月綱が9月中旬に兵五百を率いて白石へ戻ってきた時城はまるで 廃墟のようになっていた城門は倒れ櫓は砕け石垣は崩れていたそして大手内まで出迎えた浜田自分之助と十七人の兵たちはまるで勇気のようなすさまじい姿をしていたみんな傷だらけだった立っているのがやっとらしい者も,もいた 人々は思わず目を背けた。これほどとは思わなかった。影綱はむしろ腹立たしげに言った。上杉軍は最上義明を討つために主力を出羽へ侵入させた。白石へはわずかに抑えの兵が来ている。北目城ではそう信じていた。だが、 これは相当の勢力で攻められたのではないか。およそ二千ほどでございましたろうか。なぜ使いをよこさなかった。いつでも援軍を出すと申してあったではないか。措置の人柄なればよもこんな強情戦はしまいと思って追挙したのだ。それがこの有りとは。 「このありさまとは」お言葉ではございますが自分の助は静かに言った「こなた様の御意はよく分かっておりましたしかし援軍をいただいてはならなかったのです初めからそのつもりはございませんでした初めからとはそれはどういうわけだ お山から密死の見えました時と自分の助はその時を回想するように私はついたて屏風の陰にいて御主君とお使者との密談を図らずも耳にいたしましたその時お山の軍令は白石城を退去して伊達軍を安全の位置に下げ 上杉を合図へ釘付けにせよとのことでございました。それは分かっている。それだからどうしたもしも私が援軍を求め、白石を挟んで合戦となりましたら、小山の軍令に背くことになりはいたしませんか。白石を撤退せよという軍令は、我が軍と上杉とを戦わせたくないためです。 合戦は運のもので万一にも破れる場合があるかもわかりません。その万一のないように撤退と決められたのです。私はただ全死討ち死にの覚悟でございました。月綱はくっと唇を引き結んだ。そうか、と言ってうなずき。 目を伏せててしばらく黙っていたそれから思いついたように振り返って兵たちに休息を命じ自分の助を城壁の陰へと連れていった「ここへそちの妻女が来たはずだ来なかったか自分の助はじっと影綱の目を見た城内の様子が知りたいしかし この前厳しく断られているので、うかつなものはよこせなかった。そこで思いついたのが西条だ。女なれば敵の目もくぐりやすく、そっちも一概に突き放しはしまい。行くかと申したら参るという。苦戦のようなら知らせに戻れ、大丈夫ならしばらくとどまっているがよい。そう打ち合わせてよこした。西条は、 それきり戻らぬ。これは大丈夫なのだと思っていた。ここへは来なかったのか。参りました。参りましたが。言いかけて自分の助は首をめぐらした。そこからついひとまたぎのところにあの猿すべりの木がある。しかし花はもう終わりで。 枝の先に哀れなほどしか残ってはいない自分の助の目を覆ってゆくとその木陰に白木のささやかな墓標の立っているのが見えた「死んだか」という影綱の言葉を後に自分の助は墓のそばへ歩み寄った「やっぱりそうだったのか」。 夫を慕う未練からではなくそういう役目を持ってきたのだったがあっぱれだったそう思うと初めて目の内が熱くなり喉が詰まるのを感じた「なお岩手沢へ行くんだぞ」彼は懸命に涙を抑えながら胸いっぱいの思いでそう呼びかけた。 故郷へ、岩手沢へ帰れと。